はい、船虫くんチャンネルです。今日もね、Z33 の方をお届けしていきたいと思います。前回はね、ドカーンドカーンとねフレームを修正したわけですけど、そのフレームを修正したところの周りをね今日はやっていきます。周りっていうとね、まあ名前だとヘッドライトステーともなるんですけど、ただそんなステーなんていう生優しいものではなくて、Z の場合ね、そこの部分すごい硬くて、バールとかでちょっと軽くやったぐらいじゃ動かないぐらい強固なんですよ。で、今日はそこのところをちゃんとつけて、ヘッドライトがきちんとした位置に固定できるようにやっていくところをお届けします。助っ人のおかげで、だいぶフレームがまっすぐになりましたね。はい。じゃあ次に、このライトのこのステーを直していこうと思います。はい。始まりましたね。ヘッドライトステーっていうね名前がちょっと正しいのかどうかちょっと分かんないですけどね。なんて言えばいいんだろう、普通の車で言うと、この車って結局コアサポートがそもそも鉄じゃないし、まあ要は樹脂みたいなものができてるんで、そのせいですかね、そのヘッドライト後ろあたりのまるでもうレインホースより硬いな、ある意味な。そのシルビアなんかで言ったら、本当あの13とかの、まああと 1A、 そこら辺のレインホースと同じぐらい、まあかなり硬い素材の、ものになってるんですよね。お、出たぞ。ドンドンドンとね。これはね、やっとあのスライディングハンマーのね、いい活躍どころ出てきましたね。結局あのスライディングハンマーでフレームをやっぱり動かすのは無理なんですけど、こういう感じで、使えば全然なんかいいんだよな。これな、簡単そうにね、これやってるんですけど、結構ね、地味に大変というか、昨日のに合わせるとここがだいぶ浮いちゃうんですよね。ネジ締め込んで固定しちゃいましょう。はい。フレームがねそもそも短くなっちゃってるんで、ステーの位置をきれいに作ったとしてもおそらく合わないんですよね。そういうね、長さが合わないとか長寿が合わないのを、まあ、なんとかチリを合わせるっていうのも、まあなんだろうな、ドリフターバンクのね、まあ見せどころかななんて思うんですけどいいね、あってグーグーグーとかね。あ、結局のところ一番外側のチリがね合えばいいわけですよ。強引にくっつけてネジで固定しちゃいます。アイディアでね、こうやって進めていきますよ。彼はね、別にプロで何かをやってきたわけじゃなくて、本当に学生の頃で言うと、大学の時に自動車部に入ってて、でそこからまあね、単純に車が好きっていうところで、まあ、ずっとこうやってね、いろんな整備をやってきて、もう自分のね、なんかオリジナリティで全部整備をやってるんで、だからやっぱ好きなんですよね。まあ、正直言うとね、私の場合はいじるのはそんな好きじゃないです。もうただいじんないとやっていけないんで、まあ現場でも困るんでね、まあある程度はやっぱり作業はできるようになろうと思ってやってますけどね。作業してくれてるね、市川さんの場合は、やっぱり、なんだろうな、家のその環境もね、ちょっと恵まれて、普通、なかなかね、作業スペース、こうやってちゃんとした囲まれた場所でやるって難しいんですけど、まあ、そういうね、環境にはすごい恵まれてて、まあ、羨ましいなっていうところなんですけどね。
こういうのもね、まあ、お金かけていいんだったら部品単純に買えばいい話で、あとは逆にそのずれてるところ、例えばフレーム側だったりしたら、じゃあフレームがどれぐらいずれてんだなとかいうのもね、本当は分かりやすいんですけど、全てをこうやってね、原子合わせで作るというところが、ね、素晴らしいですね。なんかね、今この動画をね、やってちょっと思うのは、なんか普通にシルビアにこの Z のエンジンの VQ エンジンを積んだらね、なんかそれはちょっと面白いんじゃないのなって思っちゃったんですけど、でそれも夢あると思いません？まあ別にやんないですけど、なんかそれもいいよなぁ。なんかね、L5 スライディングハンマーとね、なんだろう、普通のハンマーですごいうまいことやってるよな。スライディングハンマーはでもね、ドリフト野郎だったら持っといて損ないっすよ。なんかヤフオクとかで調べれば多分もう数千円で多分あの手に入れられると思うんで、結構ね安かったと思うんですよね。私も持ってますけど、ありがたいね、こうやってどんどんねやってもらえて。おまた出てきたスライディングハンマー。調整がね、結構あるよね。まあね、この Z のね、まあ、どういう風に最後出来上がって完成になるかわかんないですけど、実はね、ちょっとね、考えてるのが、せっかくやっぱり NA のこういう車なんで、軽量化をね、最終的にはがっつりやりたいなっていう気はね。なんかエンジンをすげえパワー上げますとかそういうのは全然、右側のライトステアやってきます。逆側だな。あ、めっちゃずれてる。あれでそうかね。硬いからね、踏んでもね、なかなかこれ曲がんないんだよな。鉄の作りがやっぱすごいんだよな。シルビアとかのね、一音のレインホースなんか乗っかって踏んづけたら曲がっちゃいますからね。あ、そう、それね、 Z をめっちゃ軽いやつ作ってみたいんですよね。エンジンはそのままノーマルでいいんで、なんかこのエンジンでなんかそうだな、車重が1トンぐらいになったらなんかすげえ面白いことになるんじゃないかなって思うんですよね。お、だいぶずれてる。フレームがねこんななってましたからね、しょうがないなこれは。得だよね、もうここのステンね、あの新品ちゃんとね用意してあげれればいいんですけど、基本はねちょっと全部手作りで頑張るという。買ったのってね、そんなないんじゃないの。今んとこねバラしてたし、直すのにそんなにね使わずにいければなと思う。まあそれで結局NA のね、すげえ軽いのを作って乗りたいっていうね、気持ちは常にあって、まあシルビアでもそうですけど、お、どうせね、Z もね、やるなら、めっちゃ軽いの作ってみたいですよ。なんだろうな、もう、切れ角とかはさ、まあもちろん切れた方がいいから、あれだけど、やっぱね、軽いってね、乗って気持ちいいのが、あと NA らしい。そこがね、なんかいいなぁ。お、ライト。なかなかいっぱいだね。おぉ、スライディングハンマーね、こういう時すごい役立つよね。めっちゃ動いてる。市川さんは作業が丁寧だね。ちゃんとしてるよね、作業は。
これだとね、多分相当適当になっちゃう。場所とね、やる気がある方はね、自分で板金をすることをお勧めしますよ。塗装とかね、大変だけど、こういうこの手の作業は、まあ、本人のやる気が一番でかいかなと思うんで、はい、今日の分はね、終わりました。今回のそのライトステイ、まあ、あれで全部終わったわけじゃないですけど、あとはちょっとね、次回は溶接も使いながら少し調整をしながら、あとは次、ラジエーターのコアサポートを、修理して、取り付けていく、動画の予定でお届けしたいなと思います。さっきねちょっと動画の途中で言いましたけど、まあね、軽いやっぱり NA で、しかもこの大排気量のね、いい音をするこのエンジンで、ぜひねそういう官能的な車をちょっと作りたいなと思うんで、まあちょっとここら辺はね話し合いながら、まあ、いろいろ進めたいなと思うんですけど、まあ、とにかくね直ってちゃんと動くところまで早く行けたらなと思います。また明日の夜9時にお会いしましょう。今日は以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。